ちは、親父の家のジジイです。ジジイの選ぶ三大まるまる、美女、ヒーロー、名馬。ジジイの選ぶ三大美女、テレフォンカードで紹介していきたいと思います。まず一人目は1929年から93年まで。このヘップバーンのローマの休日を初めて見た時、でもこの作品は1953年なので私の生まれる前の映画です。高校生の頃リバイバルで見ました。少女漫画のような大きな目、それと太い眉、それからシュンとした顎のライン、これはお人形さんじゃないかなと思いました。ティファニーで朝食を、シャレード、マイフェアレディなど数々の名作を残しています。オードリー・ヘップバーンです。2人目、じゃじゃーん、イングリッド・バーグマン、1915年から1982年。この映画カサブランカ、これを初めて見たのは多分大学生の頃だったと思います。これは衝撃でした。美人を通り越して女神だと思いました。カサブランカは1942年の作品です。ですから昭和だと17年でしょうか。それでも古さは全く感じられません。私の息子たちが20歳を超えた頃、このカサブランカを店に連れに行きました。これが世界の三大美女というのも分かったろう、イングリッド・バーグマン、というと分かったと同意しました。この美しさは今の若い子でも感銘を受ける美しさだと思います。では3人目、じゃじゃん、吉永小百合さんです。1945年生まれ、私よりも10歳お姉さんです。この人はこのかわいいから綺麗、そして美しいという変化を私の人生とともに共感できた人です。今でももちろん美しいです。サユリストという言葉がありますが、団塊の世代から今の70歳前後の世代です。
私はギリギリのサユリストだと自認しています。これはジジイの独断で決めた三大美女です。ジジイの選ぶ三大ヒーロー、これは DVD で紹介したいと思います。まず一人目が隠密剣士、1962年から1965年、主演この人大瀬浩一。隠密剣士が、隠密剣士の名前は秋月慎太郎です。これが悪を倒すために旅に出ています。相手は忍者、そして多分昭和20年後半から30年前半にかけて生まれていた人は必ず言った言葉があります。それは下たわい。隠密剣士の相方の伊賀忍者、これですね、霧のトンベが何か失敗をした時とかミスった時に言う言葉、しもたわい。隠密剣士。二人目はじゃ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 ん、少年ジェットです。少年ジェットは1959年から1960年、新少年ジェットに代わって1961年から1962年です。白いマフラー、そしてオートバイに乗って、これオートバイだね、オートバイに乗ってシェパードの愛犬シェーンと一緒に悪と戦う。これも昭和20年後半から30年前半に生まれていた人は必ず言ったことがあります。うーやったー。これを言うと画面がこんな感じでこう揺れて、悪人が立っていられなくなって倒れてしまうという必殺技です。少年ジェット。3番目が忍者部隊月光、1964年から1966年まで忍者の末裔である忍者部隊、ヘルメット、それから革ジャンパーを着て背中に日本刀を、そういうコスチュームで悪と戦う。これも昭和20年後半から30年前半に生まれた人は必ずやっていることがあります。これです。進め、戻れ、両手を2回叩いて進めとか戻れとかやるポーズです。私もこのヘルメットが欲しくて、クリスマスか誕生日のプレゼントで買ってもらった、そんな記憶があります。忍者部隊月光でした。
ジジイの選ぶ三大名馬、ただし1994年限定です。これはカードで紹介します。まずはこれ、成田ブライアンです。この年の三冠馬、皐月賞、ダービー、菊花賞を勝ち、最後の有馬記念でも勝ったという快挙です。成田ブライアン、最強の名馬だとこの時に思っていました。2頭目、これです。必死アマゾン、当時は外国生まれの馬はクラシックレースに出ませんでした。牝馬、メス馬のクラシックである桜花賞、オークスには出走できません。最後のエリザベス女王杯だけは牝馬ナンバーワンを争うレースとして出走できました。そこを鳥海キャロルとの戦い合いを制しました。優勝6連勝で有馬記念は2着です。必死アマゾン。3頭目はこれです。ライスシャワー。ライスシャワーはミホノブルボンの三冠を菊花賞で勝って止めました。それからメジロマックイーンの3年連続天皇賞をこれも勝って止めました。ただこれはあんまり知られていないんですが、この有馬記念では3年連続で3着だったナイスネイチャーを止めて、このライスシャワーが3着になりました。成田ブライアン、必死アマゾン、ライスシャワー、これです。これが1994年ジジイが決めた三大名馬です。この名馬たちが現在に馬娘になって、成田ブライアン、必死アマゾン、ライスシャワーとして、こんな可愛らしいお姉ちゃんとして蘇っています。これは好きにならないわけいかないですよね、この馬娘。そして前年の一着は奇跡の復活、東海帝王、1993年ですね。東海帝王2着がピワ・ハヤヒデ、3着がナイスネイチャーでした。それが馬娘になると、東海帝王はこんなに可愛らしくなり、ピワ・ハヤヒデもこんなに素敵になり、ナイスネイチャー、可愛らしいお嬢さんに変わっています。以上、今日はジジイが勝手に決めた三大美女、三大ヒーロー、三大名馬の紹介でした。それではバイバイ。